こんばんスクープ、ミステリー案内人がお送りする黒猫ステーションのお時間です。本日のゲストはこちらの方々。こつえです。今日はどんなニュースが聞けるのか、とっても楽しみ。それでは早速本日のスクープについて触れていきましょう。46年間も妊娠し続けた女性の謎。妊婦さんはつわりや体の重さなどと戦いながら約10ヶ月間の妊娠期間を経て、陣痛時には痛い、苦しい、辛いという思いをし、ようやく出産を迎えます。しかし今回紹介する女性ザーラ・アルタリブさんはなんと46年間も妊娠し続けていたのです。一体なぜそんなことになってしまったのか、詳しく見ていきましょう。1. 出産間近だったザーラさん。1955年、モロッコの小さな村に住んでいた妊婦のザーラさんは、いよいよ陣痛が始まり、いつ出産してもおかしくない状況でした。ザーラさん、頑張って。もう少しよ。もう少し。って、もう48時間もこうしてるのに。そう、ザーラさんの陣痛は長引き、彼女は心身ともに弱ってしまっていたのです。48時間、つまり2日間も陣痛で苦しんでたってこと？そうなんです。陣痛の痛みは人それぞれではありますが、骨が砕けそう、子宮を絞られるような耐え難い痛みなどと言われています。痛みに波があるとはいえ、それが48時間、とんでもなく恐ろしいですよね。ウイザンの場合、陣痛発来から出産まで平均14時間ほどかかると言われています。しかし20時間以上かかる人も少なくはない。初産婦は30時間以上かかると難産だと判断されるので、48時間耐えていたザーラさんは間違いなく相当苦しい思いをしていたということになります。2. 強いショックを受ける。1955年のことであり、かつザーラさんが運ばれたのはモロッコの小さな村の病院。何か特別な処置をされることもなく、ひたすら赤ん坊が生まれるのを待ち続けるしかありませんでした。そんな中、急患です、通してください。あの子は。運ばれてきたのは妊婦の若い女性。ザーラさんからも見える位置にあった手術台に乗せられた女性はとても苦しんでいるように見えました。痛い。いや、やめて。そんな。女性は激しく暴れ、もだえ苦しみながら亡くなってしまったのです。陣痛に苦しんでいたザーラさんは、目の前でその瞬間を見てしまいました。あの子、亡くなった。そんな、嘘。あんなに血が出て、苦しんで、このままならきっと私もそうなってしまう。やだ、死にたくない、怖い、やだ。パニックに陥ったザーラさんはなんと最後の力を振り絞り病院から逃げ出してしまったのです。逃げ出した？いや、もちろんそんな場面を目にしたらショックなのはわかるけど、ザーラさんは出産間近だったんでしょ？大変なことになってしまうわ。ええ、しかしそんなことを考える余裕もなかったのでしょう。ザーラさんは知人宅を訪れ、かくまってもらうことに。すると、日が経つにつれ、あれほどひどかった陣痛の痛みも、不思議と和らいでいったのです。3. 眠れる赤ちゃん。ザーラさんの地元には、眠れる赤ちゃんという神話があったといいます。それがどのような内容なのか、詳しいことはわかりませんが、ザーラさんはその神話を支えに、この子は今は眠ってるだけ、いつかきっと生まれてくるんだわ、と前を向いて生きていくことに決めたのです。少しだけこの神話について考察してみましょう。眠れる赤ちゃん。出産間近だったはずなのに陣痛が消え、赤ん坊が生まれてくる気配もないため、赤ん坊が命を落としたと考えるはずなのに、ザーラさんが前向きになれたという事実、それらを合わせると、おそらくこの神話は、生まれてくることのできなかった赤ん坊は今はただ居心地のいい母親の中で眠っているだけ、また新しい体に命を宿しこの世に戻ってくるという内容なのではないでしょうか。あなたに会える日を待ってるからね。
考察した神話の内容が正しいかどうかは置いておいて、実際にザーラさんのお腹はいつまでも膨らんだままだったそうなのです。まるで眠っている赤ん坊が本当にそこにいるかのように。不思議なことね。その後ザーラさんはどうなったの？三人の子供さんと幸せに過ごしました。いいえ、はっちゃん。その子供たちはザーラさんが産んだわけではありません。全員養子です。そのお子さんたちがそれぞれに子供を産み、ザーラさんはたくさんのお孫さんに囲まれて幸せだったといいます。しかし、ある時事件が起きるのです。4、激しい痛み。痛い。ザーラおばあちゃんどうしたの？最初の妊娠から数十年が経ち、ザーラさんは75歳になっていました。その頃からザーラさんは腹部の激痛に襲われるようになったのです。少しお腹が痛くてね。心配してくれてありがとう。病院にいた方がいいよ。病院。お母さん、昔病院で怖い思いをしたのは理解できるけれど、放置しておく方が不安よ。そうだね。そうしてザーラさんは随分久しぶりに病院へ行くことに。というわけで、最近お腹が痛いんです。腹部に膨らみが確認されますね。もしかすると卵巣に腫瘍ができているのかもしれません。詳しく調べてみましょうか。5、謎の塊。これは。先生、何かわかりましたか？ザーラさん、落ち着いて聞いてください。痛みの原因となっていた腹部の膨らみの正体は、石灰化した胎児でした。ザーラさんの体内で亡くなっていた胎児から感染症が起きないよう、体の免疫機構が胎児を石灰物質で何層にも覆っていたのだと考えられます。そんなことが。そしてザーラさんはこの胎児を子宮外妊娠していたようです。子宮外？通常受精卵は子宮内膜に着床します。しかしごく稀に卵管や副交、子宮頸管に着床してしまうことがあるんです。今回の胎児も子宮外で育ち、ザーラさんの腹部に張り付いたまま内臓と結合していました。そもそもこの子宮外妊娠、多くの場合が3ヶ月ほどで胎児の成長が止まってしまいます。さらに6週間から13週ほどで胎児の入っている袋が破裂し、大量出血してしまうことも。そうなると母体の命が失われる危険性が高くなるのです。しかしザーラさんの赤ちゃんは出産間近まで成長した上に、ザーラさんの命を脅かすほどの大量出血も引き起こさなかった。なぜザーラさんが無事だったのか原因は解明されておらず、これはまさに奇跡というほかありません。手術を行い、石灰化した胎児を摘出しましょう。細心の注意を払います。どうか安心して我々にお任せください。ザーラさんの妊娠当時よりもはるかに技術は進んでいるので大丈夫ですよ。いえ。ザーラさんの赤ちゃんすごいわ。お母さんのためにお腹の中でお利口にしていたのね。いつザーラさんの命が危険にさらされてもおかしくなかったはずなのに。本当にそう思います。46年もの間ザーラさんを見守り続けていたのかもしれませんね。確かに46年前、病院から逃げ出した後、お腹の中の赤ちゃんがどうなったか確認する必要があったかもしれません。しかし、そんな正常な判断ができなくなるほどに、ザーラさんが病院で見たあの光景はショッキングなものだったのでしょう。こればかりは体験した人にしかわかりませんよね。さあ、摘出手術を終えたザーラさんはどうなったのでしょうか。続きを見てみましょう。6、46年越しの対面。これが赤ちゃん。はい、手術は無事成功し、痛みの原因となっていた石灰化した胎児を摘出することができました。実はこういった事例は他にもあり、これまでに数百件の報告があります。石灰化したこの胎児たちは平均して22年もの間母親の体内に存在すると言われているんですよ。100歳の女性から見つかった例もあるようです。そうなんですか。それではゆっくり休んでくださいね。こちらの胎児も引き取ります。はい、ありがとうございました。ようやく会えて嬉しかったよ。天国で幸せに過ごしてね。
以上が今回のスクープ内容でした。世の中には本当に不思議なことがあるものですね。ちょっぴり怖い部分もあったけれど、私感動しちゃった。これからもいろんな出来事について知りたいわ。ええ、しっかり紹介していくつもりですよ。黒猫ファミリーの皆さんもこんな話を取り上げてほしいという希望がありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。あら、こっちさん、お腹でも痛いの？なんだか最近お腹が出てきちゃってね。こっちさん、まさか赤ちゃんができちゃったんじゃない？なんてね、そんなこと身に覚えがないからありえないわ。ただの食べ過ぎよ。